はい、今回は謝罪動画になります。ママちゃんの方からね、ちょっと皆様に謝りたいということで申し出があったので、申し出というかね、パパに相談がありましたので、ちょっと今回は謝罪をの中心というかの動画になります。じゃあママちゃんね、謝罪の内容よろしくお願いします。はい、この度は誠に申し訳ございませんでした。クリスマスに引き続きですね、来年40になるママのね、お見苦しい水着姿を晒してしまったことをちょっとお詫びしようかなというふうに、今回思いまして、謝罪動画を作らせていただきました。結局はゆず風呂を先日あげたんですけど、はい、それがちょっと決め手だったみたいで、ちょっとあまりにも見苦しかったかなと。クリスマスの頃からクリスマスの準備か、クリスマスの準備動画からちょっとなんか罪悪感みたいなものがあったらしく、ゆず風呂のね動画を撮った時にもうより一層こう罪悪感が強くなってたみたいでね、でなんでそのゆず風呂のことについても、水着でね、ちょっと見苦しい姿を晒したっていうこと以外にもね、ちょっと謝罪したい内容が実はありまして、まあそちらの方なんですけど、実はゆず風呂ね、熱湯風呂に入っているっていう感じで撮っていたんですが、実は全然熱湯じゃありませんでした。本当に申し訳ございませんでした。ございませんでした。まあそれに関してはママがね、ママが、まあそこの部分に関してはママが悪いっていうわけじゃないんですよね。パパがね、ちょっとお湯を沸かすのがちょっと面倒くさいということで、まあ、パパのお湯を沸かすシーンがあったと思うんですけど、あれも紙と段ボールをね数枚焼いただけで、焼いて炎をねバーって映ったらいいよ、映ってそれだけでいいよっていうので終わらせてしまった。でお風呂のお湯はというと、まあ、実際は薪風呂で薪をね炊いてね沸かしたわけじゃなく、ガスでね適温に、なんならちょっと冷たいぐらいにママがね入れたんです。そうよね、はい、それは謝らなきゃいけない、はい、そこの点もねちょっと熱湯風呂っぽくこう入って、演出を熱湯風呂をね求めてくださってるその視聴者さん、見てくださってる方がやっぱおられるのでね、どうしてもね熱湯風呂という設定のもとゆず風呂に入ると、はい、そして水着で入るという、ね、流れで、まあ、行かないとちょっと面白くないなというのがまあありまして、はい、ただそこまでねちょっと時間がないのと、まあ、ちょっと完全にやらせだったっていうところと、そうですね、去年ゆず風呂をした時に、あの時はガチで熱湯風呂だったんですよ、あれが熱すぎてもう今年やりたくないなっていうところもちょっとありまして、そこら辺をね考慮した上での今回ちょっとやらせゆず風呂熱湯風呂という感じになりました。でも演技もね、あれも何回も撮り直しました。そうなんですよ、全然暑そうじゃないよとか、5回ぐらいはね撮り直して、まあ、暑い暑いってとりあえず 言っときなさいと、それはもうパパが指示した、ね、でまたその際どい水着、まあ、あれはもう正直アンケートでね選んでもらったんで、ユリアンね、ユリアンのような水着、あれもねちょっと、まあ、ママ的にはまあ、来年40になる女の人は、女のがねこんな水着を着てもいいのだろうか、晒してもいいのだろうかということですごい葛藤があって、まあ、そこも正直パパと一回ね言い合いになりましたね。そうなんです、今回アンケートに、入れてた水着が結構どれも際どくてですね、どれも正直言ったらまも嫌っていうところがね、あってまあ一番際どい
あのユリアン柄のね、あの絵好きがね選ばれてしまったので、まあちょっと渋々あれでちょっと撮影しましたよっていう感じ。うん、まあまんざらでもないんですけどね、本心はね。いや、まんざらでもなくない、まんざらでもないんですけど、あの腹肉ちょっとね、皆さんあの脳内で消していただけたらちょっとありがたいなっていうくらい生見苦しかったかなっていうところは、あのあります。まあ、パパとしてもね、あのやっぱり夫婦でやってるもんで、あの他にね、あの動画的にね、他に若い子を連れてきて、あのこれ水着着てちょっとやってっていうわけにもいかないので、やっぱり申し訳ございませんということで、もうママにもうそこはパパがやるわけにいかないので、やっぱりその美貌というかね、セクシーっていう部分に関してはやっぱパパはママに勝ることはないので。そんなことないと思います。いえいえ、セクシーではないですよ、うん、全身脱毛もしてませんしね、僕はね。なので、まあ、もうママでね、あの頑張ってもらいました、うん、でまあちょっとあのいろいろね、あのクリスマスも、まあ、コスプレというかあの衣装を着て、そうそうそう、まあ、今年はハロウィンやらなかったんですけど、うん、去年はねハロウィンの時にどうしてもね、なんかこう寒くなってくるとね、ママはねどうしてもコスプレをしたがるんです。どうしてもね。え、そんなこと言ってました私。言ってましたね。あれ？それ謝ってください。え、そんなこと私言ってました。申し訳ございませんで謝って。なんかよくわからないけどコスプレしたわって本当申し訳ございませんでした。うん、今年は本当はね、ゆずを取る時にね、猫になりたいって言い出してね、チュシャ猫か。違います違います、それゆず、あ、ゆずを取る時にね、ゆずを取る時、あ、そうそうそう、収穫の時にね、本当は収穫の時にチェシャ猫でやるって言い出して、全身タイツみたいなやつを着ようとしだしたんで、パパは ね止めたんです。そう、止められたんです。なのでね、ハロウィン今回なかったんですけど、うん、あれハロウィンの時に本当はね、ママやる気満々でチェシャ猫やるって、そう、猫をね、猫の衣装を着ようとしたんですけどね、 それはちょっとやめてくれってパパがストップかけたんですけど、そうなんですよ、ちょっとどうしてもクリスマスとね、この水着だけは、水着のゆず風呂の分だけはね、やっぱ皆さんね期待されてると思うので、ママのね、いやいや、ハロウィンもね期待してましたよね。なのでちょっとまたあの来年はハロウィン、うん、クリスマス、ゆず風呂と、うん、まあちょっとあのコスプレを変えてです ね、うん、あのもうちょっと新たな気持ちで、あのそこら辺のコスプレを挑みたいなというふうに、思っております、うん、なので今年のねちょっとクオリティ、うん、なんならサンタのコスプレ去年と一緒だし、水着のあのゆず風呂ね、あれコスプレとはちょっと言えないかもしれないんですけど、あの見苦しい感じ、まあ、ユリアンのコスプレといえば、はい、まあ、ユリアンのコスプレには近いけどユリアンではないからね、そうそうなんですね、生地が少ないからね、そう、ユリアン本家より生地がちょっと少ないので、うん、薄いしね、そう、うん、なんでちょっとそこら辺のクオリティも低かったし、去年と一緒っていうところもちょっと良くなかったし、ハロウィン今回なかったしっていうところで、うん、まあ、ちょっといろいろね、そこら辺もちょっとあの考慮して今回はちょっとあの来年頑張るので、また40になるんですけど、うん、来年こそ本当に40になるんですけど、うん、でもそこでまたちょっと来年ね新たな気持ちで頑張るので、うん、取り組みをね、今回のね、そう、うん、あのクリスマスとかあのゆず風呂のね、うん、あの水着はちょっとお見苦しかったですけど、許していただきたいなっていう、うん、あとやらせを、ね、あ、そう、やらせだったっていうところもね、うん、合わせてね、うん、申し訳ございませんでした、はい、申し訳ございませんでした。なのでそこをね許していただいて、また来年、うん、迎えてね、はい、行きたいなと。来年のね、あの三浦家の、まあ、毎年の行事というかね、あの毎年恒例という、うんうん、格好で行きたいなと思っておりますので、生地が多かったらね、あのママはもうちょっとコスプレしてもいいんですけど、うん、生地がね薄いコスプレばかりを強要されるもので、ちょっとそこら辺だけちょっとまた勘弁していただきたいなっていうところは正直なところはあります、うん、でもそれはママがこの前アンケートの時でも訴えとったけど、うん、ライブでね、うんうん、でもそれでもユリアンになったんよ。そうですね、ってことはどういうことかというと、あの薄いその生地が少ないものを皆さんは求めとると、うん、いや、あれ生地が少ないとかじゃなくて、ただ単純に絵的に面白いからあれを選ばれたんだと思うんですよ。いや違うね、違うんです、それだけじゃないね、やっぱりママの美貌を見たいからね、ママの純白の肌を見たいからね。あ、それと皆さん合わせて、謝罪と合わせて、まあ、あの感謝の気持ちというか、あ、そうそう、あのアンケート、ね、そう、
あんなに答えてもらえると最終的に44票ぐらい入ったんですよ、うん、あの撮影した時は38票かぐらいだったんですけど、最終的に44票ぐらい入って、うん、ありがとうございました。そう、あれ本当にありがとうございました。なんかあんなにね投票してもらえると思ってなかったので、うん、あとはそのまあ、動画でも言ってたんですけど、どの水着にしようかなポチって押すぐらいだ、押す、うん、のと同時にね、いいねもポチッと押してほしいなと、うん、いうところもあります、はい、うん、あとは、まあ、これでね、アンケートでやっぱりユリアンが圧倒的に多かったんで、うん、まあ、ママもね着る決心がついたというか、ね、これが接戦だったらね、ユリアン選ばなかったと思うので、そこはもう皆様の勝利かなというところです。ただちょっとあまりに際どすぎて、動画ね、うん、またちょっと見ていただけたらありがたいんですけど、うん、見てない方はね、ぜひ見てください。見てくださいいうのもあれですけどね。あ、そうですね、見ていただきたいわけではないんですけど、うん、まあ動画的にはちょっと際どすぎて、マルヒの部分がちょっと出てきてしまったのも、そうそう、まあちょっとまあちょっとね、腹肉もね、申し訳ないかなと。申し訳はなくはないよ、もうそれはもうママ頑張った時にね、そこは、そこはもう謝らなくていいと思う。え、逆にね、うん、もうこんだけ謝ったんだから、え、うん、腹肉とか、うん、ね、マルヒも謝らなくていいですか。謝らなくていい、そこはもうしかない。だってそれ映したらもうもろ出しだから。あ、そうですね、ちょっとね、うん、もろ出しだったんです。お見苦しいかもしれないじゃなくて、見苦しいですからね、本気でね。そこは謝って、そこは本当にマルヒを取ってしまったら本当見苦しかったので、 まあそこはちょっと本当にね、謝って申し訳なかったなというふうにちょっと思っております。はい、ということでね、まあ来年もね、引き続き過激なのかどうかは分からないけど、まあコスプレの、うん、ハロウィンのコスプレの、なんだろう、リクエストとかあったら、うん、布が多ければね、どんなのがいいとかだったら、うん、どんなのがいいとかだったら、こっちで、あとはね、検索でもして、アマゾンでも何でも通販で買いますんで、ママに着てほしいものというものがあれば、視聴者様のね、見てる方の声でね、ママにそのコスプレ、そして水着を着てもらおうかなと思いますので、それと全く同じっていうのはちょっとできないかもしれないですけど、それに近いものっていうのは、っていうのをもうパパがね、手配しますので、生き生きしてるね、うん、でそこはパパにお任せいただいて、あとはママはね、40人になるんだから、もっと美貌を磨かないとダメだよ、分かった。え、美貌を磨かないと、今よりも今謝ってるんでしょ。はいはい、すみませんでした、お見苦しくて、はい、お見苦しくないようにしないとダメだよ、はい、それを年齢のせいにしちゃダメ、はい、分かりました。はい、謝って、はい、申し訳ございませんでした。年齢のせいにしてるわけじゃないんですけどね、別に、まあ年齢のせいにして申し訳ございませんでしたって謝りなさい。年齢のせいにして申し訳ございませんでした。これもはっきり言っていやらせですからね。申し訳ございません申し訳ございませんでした。ということで、ね、ということで、まあ、今回は、はい、やらせでしたよっていうところと、うん、お見苦しいとこお見せしましたっていう謝罪動画でした。はい、はい、リアルを売りにしてるのにね、本当にね、うちのチャンネルリアルを売りにしてるのにねやらせは初めて、そう、やらせですね。まあでも動画見ていただけたら、あれ、なんかママ肌全然真っ赤になってないなっていうので、まあ、気づいた方いらっしゃるんじゃないかなと実は思っていましたので、うんうん、まあそれはそれでね、うん、いいんじゃないかなと、あ、そう、はい、思っていたりもしました、うん、という感じで開き直ってるね。そうです、そうです、すみませんでした、申し訳ございません言わせたいだけじゃん何回謝らせたい。ということでね、はい、まあ、ゆず風呂動画にしてもクリスマス動画にしても、はい、見てない方はね、ぜひ見てください、はい、見てやってください。もうこのね、40前の女が脱いでるわけですから、うん、脱いでるというか、脱いでるというか、ちょっと語弊があるんですけど一肌脱いでるわけですから、あ、そうですね、そういう言い方だったらありますね、うん、そういう意味です、はい、うん、ね、で、なんだ、見た方はね、この動画を見て、うん、もう一回ね、ゆず風呂の方をね、見て、見ていただいて、あ、そうですね、納得していただくというか、うん、
ああこれここねここね、あ確かにママ肌赤くなってないやとかね。そう、なんなら去年の動画と見比べてもらったら、うん、え全然違うじゃんっていうのがちょっとよくわかると思うので、わかると思いますので、うん、あのもう一回ね、はい、あの見てやってください。見てやってください。と、うん、いうことで今回はこの謝罪ということでママからね、はい、本当に大変申し訳ございませんでした。ということで、あのこんなこともありましたが、これからもね、あの三浦家古民家賃貸一万円生活ね、はい、もう頑張っていきますので、はい、どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあ、いいかね。はい。気が済みました。あ、気が済みました。それではチャンネル登録、コメント、グッドボタン、マーガーでよろしくお願いします。それではグッドバイ、ありがとうございました。すいませんでした、申し訳ございません、申し訳ございませんでした。